作官学院修習期限定講座パッケージの授業講師の作官です。今回紹介するのは2002年にバンダイがワンダースワンカラー向けに発売した機動戦士ガンダムボリューム3アバオアクーです。はい、でまあ機動戦士ガンダムっていうねロゴに対してその下にボリューム3アバオアクーって入ってるようなまあ簡単なロゴになってますね。で、裏面がこんな感じになってます。で、まあ、表面から見ていくと、まあ、白を基調になってて、で、ワンダースワンカラーのフォーマットが入ってるあたりは、まあ、シリーズ2作と同じ作りですね。で、ここには、プレイスインザエンカウンターっていう英語表記があって、で、まあ、アムロが真ん中にいて、後ろに、まあ、ララーがいて、という感じですね。で、ここのね、ガンダムのところの文字が赤基調にしたね、ロゴになってますね。ボリューム3、アバーワークーと。まあ、この辺もね、タイトルの付け方が完全に、あの、原作を知ってる人が、原作が知ってる人じゃないとわからないようなね、付け方ですよね。正直、あの、ガンダム知らない人に、アバーワークーと言われても何のことがわかんないし、ここ、多分読めないと思うんですよ。みたいな感じでね。で、まあ、側面とかは、まあ、機動戦士ガンダムのロゴはちゃんと後ろにね、この、この英語表記ですね、Place in the Encounter という、まあ、クエスチョンがないんだけど、エンカウンターってね、そういう風な感じで重ねてますね、どの面も。で、あと、ワンダーゲートのロゴが入って、復活してますね。で、あとバンダイのロゴで後ろの面見るとまあ簡単な言葉がちょっと書いてあるだけですね。で、画面写真は5個あります。で、今ララが言ったニュータイプは戦いの道具ではないんだ、激戦を極める戦場でついにニュータイプ同士が巡り合う、それは人類の未来を灯す光明となるか、それとも未曾有の感動が巻き起こるシリーズ完結編、ここに登場ってことでね、大きく出ましたって感じで、まあ3部作っていうのはね、もともとパッケージ1の時のボリューム1のパッケージにね書いてあるんだけど、ボリューム2ボリューム3の中で3部作と書かないけどここには完結編って書いてあるんで、一応3作目を買った人は3作で終わりなんだってのは分かるっていうねまあ当たり前なんだけど、うん、そういうもんなんですよ。まあでもね、これ2作目から9ヶ月後に出たんでね、待ちわびた感じだったんじゃないですかね。以上、作家でした。